内宮でお参りをした後は天の岩戸に向かいます。そして大文字山に向かいます。天の岩戸はですね、なんと開運と厄除け、そうですね、面白そうやな。はい、これはね、とてもご利益がありそうですよ。開運、ご利益が授かる。でもあれやね、愛ちゃんにぴったしやね、これからの人生、ね、開運、開運、ハッピーなライフ、ハッピーライフ。しかし二十何年間、はい、生活生きてきて、人との出会いが一番ね大切だもんね。そうですよ ね、人との一人の出会いで変わりますよ ね、ちょっとした生き方が。だから一個一個なんか大事にしてたらいいな。そうですね、本当に特に今の時期は社会人になったら意外と、ね、広げられなかったりしそうですよね。もう出てきました、もう早速。え、早い、早い。あれ、なんだかんだ言ってたらもうついてしまった、なんだろう、匂い、この香りは。どう、なんか暗そうな道がくぐってみますか。くぐってみますか、うん、はい、ちょっと勇気がいりますね。なんか暗いから頭をぶつけないようにこれで開運、これで開運。うん、開運、開運。あ、ここに開運の神が、あるみたいだよ。書いてますね。書いてるでお前ね。出てきました。あ、開けましたね。はい、運が開けた。いや、授かりました。とても短い道なんですね。ね、面白いね。うん、面白いです。なんか、ん、変わったかな。体軽くなった？まだちょっと軽くなったかな。今日はリュックが重いからね、気持ちは軽くなった気がする。なるほど。うん、はい、ここ通ったらここくぐらんと、はい、あれ約落ちないらしいよ。じゃあ行ってきますか。はい。全員で、全員で、全員で行ってきて、短いですから。はい。約落としで。はい。待ち向けよう、前で。やばれない。みんな入ったでしょ。みんな入った、入った。なるほど。どうでしたか？大丈夫でしょ。大丈夫。なかったんですか？ただ、都内でヤクザ落ちないでほしい。こんにちは。こんにちは。今日はどちらから来られたんですか？京都です。京都で。はい。地元の方で。地元です、はい。なるほど。どういうグループなんですか？本日は。じゃあ会社の。あ、はい、そうなんですね。会社のお仲間ということですね。はい、これからはどちらに向かうんですか？大文字山に。大文字山に。はい、大文字山に、じゃあ登山ということで。はい、登山です。初めてですか？何か来たことあるんですけど。はい。何か初めてです。初めての方いらっしゃいます。あ、はい、はい。そうなんです。私も初めてなんです。楽しみですね。はい。楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございます。